ああ、一雨来るな、こりゃ。宿かなんかに着くまで間に合うかな。かけるか。俺、無理な方に1000円。俺も。僕もって、それじゃ賭けになってませんって。どうした、悟空。腹でも減ったか。いや、なんかさっきから、変な匂いが。そういえば。やっぱり間に合いませんでしたね。温かいお茶をお持ちしました。あ、どうも。なんだかしばらく続くみたいですよ、雨。マジかよ。ここに来る途中、妖怪の死体に出くわしたんだが。ああ、それはきっと陸道様だわ。陸道？誰それ。お客さんたちは東からいらしたからご存知ないでしょうけど、最近この辺りで救世主と呼ばれているお坊さんです。妖怪を退治するため各地を転々としているそうで、姿を見た者は少ないんですけど、何でも体中に札を貼った大男で、彼の呪符にかかればいかなる妖怪も滅するという凄まじい力を持った法力僧だそうです。そういえばさっき見た妖怪たちの死体にも札が。あの札には見覚えがある。あの男が。いや、まさかな。住み込みで働いてんだ。部屋どこ？教えてよ。どうしようかな。外も雨だし、俺たちも濡れようぜ。いや。あ？いや！おい、セクハラガッパ！なんだよ、俺が何しようと関係ねえだろ。この前の郊外寺の一件から個人行動は控えろと言ったばかりだろうが。うっせえな。大体てめえその張りでいつもどっから出てくんだよ。まあとにかく雨が上がるまではここで休むことにしましょう。白龍にはほろついてませんからね。そうだな。いくら恵みの雨とはいえ、こうも続くと気が塞ぎますね、光流。でも酔いの口には上がりそうですよ、三蔵様。今から10年前、俺はまだ光流という名で呼ばれていた。おい、見ろよ、川流れの光流だぜ。生まれてすぐ川に流された分際で、生意気にも三蔵様のマナで引き取りとはな。いくら武術も法力も優れているとはいえ、ただの小わっぱじゃねえか。三蔵様も育て子には甘いということか。聞こえてるっつーの。ま、修行僧というよりはお稚児さんってな風体だけどな。まったくだ。いやだだ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 だ。おいおい、ろくに働かんと何こんなところでだべってんだ。師範代、そんなに活力有り余ってんなら境内の掃除任しちまおうかな。すみません、すぐ持ち場に戻ります。相変わらずだな、秀英。お前もな、光流。最高僧光明三蔵の愛弟子な上、こんなちっこいなりして大の大人を蹴散らす豪傑ってか。他の奴らが弱すぎるんだよ、カスみたいに。しかもその態度ときた。そりゃやっかみも買うだろうさ。まあ気にするこっちゃねえがな。ああ、俺師範代でよかったわ。お前とまともに手合わせしなくても済むからな。よく言うよ、札使いの秀英が。法力の修行僧から一気に師範代に上がった実力派。僧の中であんたの呪符の威力を知らない奴はないさ。そりゃどうも。そういえばお前、法名を授かるんだって？三蔵様のご意向さ。今までずっとこんな冗談みたいな幼名で呼ばれてたからな。川流れの光流か。しかし仏道に帰依する気なんざさらさらないやつに法名とはね。俺は仏道じゃなく三蔵様にお仕えするんだ。これは俺の意思。三蔵様が最高僧だからとか
俺を拾って育ててくれた恩人だからとか、そんな陳腐な理由じゃない。神を信じなくても自分は信じられる。俺が死と認めるのは三蔵様だけだ。お前らしいよ。師範代、こんなところにいらしたんですか。どうした。境内に巨大な熊が入り込みまして、上で気が立っているのか暴れて手のつけようがありません。目だ、目を狙え。よせ、され、されだ。大丈夫か。ダメです、槍では全く歯が立ちません。くそ、動きを封じてやる。光流。悪い、俺にやらせてくれ。され、ここにお前の糧はない。この地に共存する者同士の制約だ。我々は決してお前らの領域を荒らさんと誓う。しかるがゆえに我々の領土も不可侵だ。わかるな。約束しよう。なんという構造だ、あの威圧感。しかしあの目はむしろ修羅か羅刹のようではないか。いかがいたしました、三蔵様。いいえ、何でもありません。入るぞ光流。大事な話があるから自室に来るようにと三蔵様が。あ、悪い、ぼーっとしてた。何。あ、いや、三蔵様がお呼びだぞ。わかった。光流、誰かが修羅か羅刹のようだと言ってた。今の俺には別の姿に見えたぞ。神々しいまでの禁止の神、深い思案の瞳、満月はお前を照らす五光さながら。そうだ、やるよ。あんたが持っててくれ。やるよって、これお前が拾われた時に身につけてたやつだろ。いいのかよ。いいよ別に。俺誰かに物をあげたことないから。超レアだぜ。サンキュー。平穏な夜はひそやかに流れ、そして悪夢の朝が来る。三蔵様。何年ぶりだろう、あの時のことを夢に見るのは。大丈夫ですか。赤い、ひどくうなされていましたよ。すまない。いえ、実は僕もダメなんです、雨の夜は。そうだったな。そうか、雨のせいか。厨房の方です、行ってみましょう。助けて。どうした。妖怪が。この野郎、調理場はな、そんなことをするところじゃねえんだよ。悟空、後ろにもいます。うー、ドラー。お、今日は寝起きいいじゃんかよ、悟空。たまにはね。さてと、こいつらどうする。おん、うわー。なんだ、マガラシャダウオタヤンタラタガンマンマクサンマンダー。この声、君のマクサラバだな。ゲムサラバ。我が名は陸道。この世の妖怪は一匹残らず俺が滅する。あの術、あの顔、間違いない。周囲、
ありがとうございます、陸道様。礼などいらん。これは俺の使命だ。こいつが陸道？陸道が秀英であることは間違いない。だが何なんだ、この邪悪なオーラは。あの頃とはまるで別人だ。でもまあ、片付けてくれてラッキーって感じ。寝よ寝よ、はあ、おい、貴様ら人間か。何？また随分とぶしつけな質問ですね。俺はごまかせんぞ。貴様ら三人とも妖怪だな。だったらどうだって言うんだよ。くっ、言っただろう、全ての妖怪は俺が滅すると。なんだよこいつ、人の話も少しは聞けって。オン。何してんだ、あんた。お前は。一応言っとくけど、こいつら殺してもバカが減るだけだぞ。な、知り合い？そうか、噂には聞いていたが、まさかこんなところで出くわそうとはな。東大の三蔵法師には不定の輩がいる。下船の民を従者に選んで西への旅を続けているとは。光竜、いや現状三蔵、先代三蔵を殺めたのがそいつら妖怪たちだということを忘れたのか。人間変わるもんだな、秀英。あんたの口からそんな言葉を聞かされるとは。変わったんじゃねえ、秀英は死んだんだ。お前が寺を去った10年前のあの日に。ちょっとどうしてこれ。光明三蔵法師光竜、おいしっかりしろ。えっ、守れなかった。なるほど、つまり昨晩三蔵様の部屋に野党が押し入り、三蔵様を惨殺し青天教門を強奪された、そう申すのだな。相違ございません。摩天教門は私ごと死が身を挺して庇護してくださり無事でした。容姿から見て野党は間違いなく妖怪の一軍でしょう。そんな話信じると思うのか。このガキが三蔵様を殺したんだ。大方青天教門もどこかへ隠したんだろう。やっぱりお前は化け物だ。貴様は何を根拠に。いいんだ秀英。死の命だけでなく、この金山寺のご本尊ともされる経文まで奪われた。すべては私の責任。総長、どうか私に寺を降りる許可をいただきたい。この命に代えても死の仇を討ち、青天経文を取り返します。うまいこと言って逃げようってんじゃねえだろうな。しかし光竜、死の仇はともかく、経文を守れなかったのはこの金山寺総じての責任。そなた一人が被るべき罪ではなかろう。いいえ、私は己の所有物を探しに行くのです。何？昨晩お師匠様に呼び出しを受けた私は、死の直前に正式な法名を授かりました。現状三蔵、それが今日から私の名です。その額のチャクラは？代々の三蔵に受け継がれる真紅のチャクラは天に選ばれし者、神の座に最も近き者の証。それが御仏のご意志か。僧侶、これは光明三蔵の片身の金冠だ。今この時より宋31代目東亜玄奘三蔵法師とし、5つの経典天地開元経文のうち青天と摩天の両経文の正式な継承者であることを認める。その晩、お前は人知れず山を降りた。だが、その後すぐに奪いそびれた摩天経文を狙って妖怪の野党軍が再度攻め込んできた。お前が持ち去ったばかりとは知らずにな。寺の法力僧が総動員してもまるで歯が立たねえ。当然といえば当然だ。なんせ三蔵様やお前ですら太刀打ちできなかったんだからな。だから俺は
禁じ手と呼ばれる呪符で自らに呪いをかけた。我に全ての妖怪を滅する力を与えよ。まさか荒谷の呪。そうだ。そして俺は強大な法力を手に入れ、妖怪どもを倒した。だが、一度解放した力を抑えることはできない。もはやこの俺の体はこいつが妖怪の魂を食らうための道具でしかない。畜生、完全に目を張ってやがる。この10年間何の罪もない妖怪どもを殺しまくってきた。この札と、この札がもたらす激痛から逃れるために。ところが妖怪どもが人間どもを襲い始めた後は、こんな俺でも救世主扱いだ。笑っちまうだろ。言っちまってるよこいつ。どっちが妖怪だっての。秀英、お前はもう札に取り憑かれた魂の亡者だ。どっちが妖怪か確かめようじゃねえか。外へ、ここじゃ危ない。また濡れんのかよ。退治されるよかマシだ。たく、なんて雨だよ。視界が悪い。破壊、後ろだ。俺の体は全身が呪符と同化しているんだよ。貴様らは触れることもできんぜ。放てよてめえ。足は最悪。サンゾズリーぞ。どうした現状サンゾ、やはり妖怪には手を貸さんのか。ちげえよ、俺が手を貸そうが貸さなかろうがどうせ死なねえもん、そいつら。そりゃそうだ。死んでもお経をあげてくれなさそうですしね。ほざけ。いいんだよ、そいつらは。お師匠様、説法をサボって何やってんですか。紙飛行機作ってるんです。人様に話せる教えなんか特にないですよ。知ってることといえば紙飛行機の折り方ぐらいです。綺麗でしょ。青空は橙を際立たせ、橙色は青をさらに美しく見せる。相反する色だからこそ互いの持ち味を引き立て合うんです。まあつまんない話ですがね。いいえ、綺麗です。守りたいものがあった。それを失った時初めて自分の不甲斐なさを知った。俺はてめえのことだけで手一杯なんだと。そんで思った。守らなくていいものが欲しい。どんな攻撃も効かねえや。近づけねえわ、術は跳ね返すわ。どうしろってんだよ。厄介ですね。おい、下手な義理立てはやめろ。奴を呪符から解放する術はたった一つだ。ダメだ。僕、今はあんなだけど、あいつお前の仲間だったんだろ。マジでやめろ。胸クソ悪いな。あれ、サンゾ、サンゾ、サンゾ、目開けろよサンゾ。何柄でもねえことしてんだよ。うるせえな、そんなの俺が聞きてえよ。